こんにちは、クリッカー夏猫です。日本自動車販売協会連合会の発表によると、2019年1月度の登録車 660cc 超の販売台数トップは、前年同月比 8% 減の日産ノート11448台、2位は同 29.2% 増の日産セレナ11100G 台、3位は同 1.5% 増のトヨタアクア8875台となっています。一方、全国軽自動車協会連合会によると、軽自動車のトップは前年同月比 0.6% 減のホンダ NMAX 19192台で、同社の首位は17ヶ月連続。また2位は同 38% 増のスズキスペーシア14350台、3位は同 8.8% 減の日産レイズ13541台で、スペーシアの販売増が目立つ状況となっています。